6月はプライド月間。Hey guys, it's Yumi from English Boot Camp. 皆さんこんにちは。English Boot Camp の Yumi です。6月は、えー、プライド月間ですね。Pride Months ということで、今日は LGBTQ 関連の語彙を 解説していこうかなと思います。で、知ってる単語、聞き慣れない単語、いろいろあると思うんですけれども、私もね、全部知ってたわけではなくて、やっぱりちょっと調べてみました。で、へーっていうような、どうなんだっていうことも結構あったので、それをね、皆さんとね、今日はあーシェアしていきたいと思います。本題に行く前に、私のプロフィール、こんな感じになっております。えー、アメリカ英語の、ね、発音コーチをしております。まあ、30年ぐらいね、えー、長く、 ですね、英語を教えたり英語に携わってやっていきましたで現在ね「猫ので学べる英語発音の本」という本が1冊好評発売中ですでそれ以外にもですねオンラインのね e ラーニングの講座なんかもやっておりますし私が直接指導するコーチングというのもあります。 このあたりの詳細ですね情報は全部下の概要欄に載せてますので興味のある方はぜひぜひそちらをチェックしてみてくださいね LINE 登録してね無料動画も配布中です詳しくは下の概要欄からどうぞまずですねこのねプライドマンですね、プライド月間って日本語では言うんですけれどもこれの発端は一体何かというのを調べたんですね私もそしたら1969年の 6月にアメリカで起きた、なんか警察の暴行事件、警察が同性愛者の方に暴力を振るった事件っていうのがあって、それに抗議するっていうような形で、こういったムーブメントができたそうです。で、まあ、プライドマンス6月に、まあ、アメリカでやってますけれども、日本もね、ゴールデンウィークかなに何か、あの、パレード、レインボー、レインボーパレードかななんかそんな感じのね、 あのやってましたよね、うん、なので、まあ、まあ全世界的に広がっている、まあ、ムーブメントなのかなという感じですね。でこの LGBTQ なんですけれども SOGI、SOGI SO って言ったりもするそうです。で LGBTQ のは何の略かというとまず L が、A、Lesbian ですね。女性の同性愛者。それから G が Gay ですね。男性の同性愛者。で B が Bisexual。 両性愛者っていうんですかね、えー、男女どちらも恋愛対象になるっていう人ですね。T が Transgender ですね、えー。心と体が一致しない人ですね。えー、心は女性なんだけれども体が生物学的な性別が男性として生まれてきてしまった。または生物的な体は女性として生まれてきたけれども心が男性。 っていう場合っていうのが transgender というふうに呼ばれます。で trans っていうね trans、えー、っていうのは結構いろんなあ単語に出てくる接頭字ですよね。例えば transportation っていうと、えー、交通移動手段移動ですよね交通とかっていうので transportation っていうふうに言いますしあとは translate っていうと、えー、翻訳ですよね 翻訳するっていうのは translate っていうふうに言いますね。それから transfer っていうと移転とか移動ですよね。っていうので使いますよね。え転勤とかも transfer っていうふうに言いますよね。あとお金とかの送金とかいっぱいありますね。今ちょっと思い浮かんだのこれぐらいなんですけれども。なんで transgender も同じく性のこの、ね、男性と女性の間をこう移動しているっていうそういうイメージですよね。から来てる。 単語ですそれから Q ですね私これね今回一番驚いたんですが Q は Questioning というね、えー、まあ自分の性に対してこうわだかまりがあるというか質問してるってことですよね私は女性なんだろうか男性なんだろうかっていうのがわからないっていうだからその他の性的マイノリティっていう,うニュアンスで使われていますもう LGBT どれにも属さないってことですよね。 自分の性自認がいまいちわからないっていうのはクエスチョニングです。それと同時に、ね、クイアっていうのもあります。クイアっていうのは、まあその他の,あの性的マイノリティっていう意味らしいんですが、昔はね、これね、差別語だったんですよ。私が留学していた80年代とかは、クイアっていうのは、まあ、なんていうのかな、変態みたいなぐらいの、なんかちょっと言っちゃいけない 非常によろしくない単語だったんですが、今はそうではなく、あえて自分はクイアであるっていう言い方をするようになったそうです。これ非常に驚きました。調べて気づいたんですけどね。で、この LGBTQ 以外にも SOGI、s o、G、i ですね。という言い方もします。で、SOGI は何の略かというと、これ私まだ覚えてないです。sexual orientation and gender identity。これのえ略です。 性的思考ですね。で、gender identity。で、性自認ですかね、えー。という言い方ですね。なので、えー、このアイデンティティってね、アイデンティティっていう単語がカタカナとして登場して結構、 あの、浸透したのって私がまだ高校生ぐらいの時だったと思います。それまでアイデンティティっていう言い方っていうか言葉自体が日本語になかったと思います。っていうか、日本語にこのアイデンティティに対する概念がないんですよね。そういうのはね。自分は何者であるかという証明みたいな感じですよね。そんなのいちいち言わなくてもわかるじゃんっていうのが日本の文化なので、そういう言葉にしてわざわざ なんか認識するとかっていうね、維心伝心の文化なので日本ってね。なのでアイデンティティっていうようなそういう概念がないので、なのでそのままアイデンティティっていうカタカナ語になってるんですね。で、え英語の場合はアイデンティティっていうふうに、あの日本語と同じような発音する場合もありますし、えこの N の後の T を脱落してアイデンティティ ということもあります特にアメリカ英語は N の後の T って脱落しやすいので Identity, 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 identity っていうふうになります Gender identity っていう感じですねでこういった人たちのことをあの L とか G とか BTQ の人たちですよねを sexual minority っていうふうに言います性的少数者ということですよね sexual これさっきも、uh, sexual orientation で出てきましたが sexual ね、セクシャルにならないように気をつけてください発音、ね、セクシャルって、ね、発音してしまう原因はね私これじゃないかなと思ってるんですよ昔ね桑名正宏っていう人が「セクシャルヴァイオレットナンバーワン」っていう曲を歌っててこれすごいヒットしたんですねなんか化粧品のコマーシャルソングだったと思います私ね小学生でした同世代の方は知ってると思いますなんか、ね、セクシャル ヴァイオレット、セクシャル、ヴァイオレット、セクシャル、ヴァイオレット、ナンバーワンっていう曲です。だからこれのせいだと思うんですよ。私、セクシャルって発音してしまうのって。で英語はセクシャルではなくて、セクシュアルです。最後、L はダーク L ですね。うとおの間ぐらいの音です。おっとです。なので、ルじゃないんです。セクシュアル。 セクシュアルとなりますね。なんか覚えておいてください。バイセクシャルじゃなくてバイセクシュアルです。えー、セクシュアルマイノリティですね。マイノリティ。これも日本語になっているので、発音気をつけてください。マイノリティ。最後の ty ね、えー。さっきのアイデンティティとかもそうですけれども、ty の t はね、軽くラディロレドのりみたいな感じです。マイノリティ。 マイノリティにならないようにね、えー、ちょっと細かいことですけれどもね、このあたりの t の発音をうまく発音できるようになってくると英語っぽくなります。発音特化の英語コーチングプログラム、発音ブートキャンプのお知らせです。 20万人の日本人英語学習者をサポートしてきたフラミンゴさんと私イングリッシュブートキャンプのユミがコラボした4か月間のマンツーマンのコーチングプログラムになります。えー、無料カウンセリングをね実施しておりますので興味のある方はぜひ下の概要欄をチェックしてくださいねじゃあセクションルマイノリティに対してマジョリティですよね いわゆる異性が好きな人のことをどう呼ぶかというとストレートというふうに言いますストレートですね、えー、紅茶はストレートで飲みますとかっていう時のストレートと同じストレートですまっすぐってことですストレートっていうふうに言いますで、えーまあ、このあたりは、ね、知ってる人も多いかなと思います日本語でもストレートって言いますからねあの異性愛者のことを、えー、もっと硬い言い方をするとヘテロセクシュアルというふうに言います ヘテドですね。ヘテロセクシュアルっていう,うに言いますが、長いので、まあ、ストレートっていうことの方が会話では多いです。あとですね、トランスフェス s t これね、私留学してた時に知った、覚えた言葉です。トランスフェス s t っていうのは、女装してる人のことを一般的に言います。なので、 あのちょっと古い言い方かなと思います今みたいに LGBTQ 細かく分けてなかった時代ですね男性で女装してる人のことをもうその人の性自認がどうであれ関係なく t r ンスフェスタイ i いうふうに、えー、呼んでいました日本はねなんかミスター・レディーとか呼んでたと思います80年代90年代とかで英語は n s ンスフェスタ e やっぱり r a ンスがつきますねでそれにそれと似てるのがジャッ q ク,クイーンですね 日本でも最近ドラッグクイーンっていうようになってきたと思いますが、このドラッグはドラッグ、引きずるっていうドラッグです。ドラッグ。薬の方じゃないですよ。ドラッグです。なんでドラッグクイーンっていうかというと、このゲイパレードの時とかに、その女装してる、ねえー、方がすごい引きずるような長いドレスを着て歩練り歩くから、そこから着てるらしいです。ドラッグクイーンですね。で、ここからはですね、私もあんまり あの聞いたことがなかった今回調べて新たに知った単語です一つはねロマンックそれからもう一つはアセクシュアルですでアロマンティックこの「A」A っていうのは否定の説得辞の「A」ですアシメトリーっていうでしょう左右非対称のことをね日本語でも「アシメトリー」っていう,うに言いますよねあの「A」ですちなみに「アシメトリー」っていうのは思いっきりカタカナなのでね えー、実際の、ね、発音全然違うので気をつけてくださいね。実際の発音は Asymmetry です。A です。Asymmetry。この否定の接頭辞は A ではなくて A です。なので Aromantic, Asexual です。で、えー否定、ロマンティックを否定するということで誰に対しても男女関係なく、えー、誰に対しても恋愛感情が持てないっていう人が Aromantic。 ですそれからアセクシュアルこれは誰に対しても男女関係なく誰に対しても性的にな欲求を持たない人ですね。いや若干違うんですよね。多分イロマンティックの人はあの性的な欲望はあってもその恋愛的な感情は出てこないってことです。でアセクシュアルの人は恋愛的な感情好きとかっていう感情は出てきても性的な あの、欲求がないっていう人ですね。やっぱ区別してる感じ。細かいですね。区別してる感じです。それからね、pansexual というのがあります。この pansexual というのは、老若男女問わず、もうすべての人が恋愛性的対象になるっていう人が pansexual です。で pan というのはすべてのという意味です。all と同じです、えー。昔ね、もう倒産してなくなりましたが、pan American Airways、パンナムっていうね、 えー、航空会社がありました。もう Panam というふうに略して言ってました。で、この p a n a m の Pan というのは、つまりすべてということで、全,全米ということですね。Pan American。全アメリカ航空っていう、全米航空、えー、全米航空みたいな <laughs> 感じです。日本にもありますよね。あの全日空。で、All 日本 Airways で ANA ですよね。 で、このオールとペンは同じです。だからすべてってことですね。すべてが恋愛性的対象っていうのが p ンアメペンアメリカンじゃない、ペンセクシュアルですねえ。ノンバイナリーっていうのがあります。これはですね、えー、自分が男でも女でもどちらもでもないなって、どちらに対しても違和感あるなっていう人です。ノンバイナリーってといううに、えー、言われています。で、これね、 あの日本の超有名なあのシンガーの宇多田ヒカルさんが自分はノンバイナリーだっていうふうにカムアウトしましたよね。でそれで有名になったかなと思いますこの単語ね。私は女でもなければ男でもない女だって言われたくないし男だとも言われたくないどっちにも違和感があるっていうね人のことです。でこのカムアウトって今私言いましたけれどもカムアウトで自分の性的思考をあの公言するというか表に。 発表するっていうことをカミングアウトってカタカナでね言ったりもしますよね。でそこからアウトアウティングっていう言い方をします。このアウトアウティングっていうのは人の性思考をばらす行為のことです。その人は黙っているのに勝手に他人があの人はどうだあの人は、えー、バイセクシュアルだとかっていうふうにばらしちゃうことをアウティングっていうふうに言います。 で、えー、こういう LGBTQ というような、いわゆるセクシ u a マイノリティの人たちに対して、えー、こうサポートしている、理解がある人たちっていうのを a l l っていうふうに言います。で、a l l っていうと同盟国っていう意味ですよね。同盟ですよね。U.S. allies、ね、こうアメリカの同盟国とか。あとは名詞で alliance って同盟っていうね、えー、言い方をしたり。 しますよね、この単語がこの LGBTQ の関連する単語として使われる時は LGBTQ の同盟同胞っていう意味になります。なので自分は LGBTQ じゃないけれどもえそういう人たちのを支援しているっていう人たちは「アライ」っていう風に、えー、最近カタカナで「アライ」って見るんですけど最初見た時「アライさんかな?」と思って何だろうと思ったんですけれども発音は「アライ」です。 えー、複数はアライズというになります、えーこ,れえー、この辺りがね結構ニュースとか見ててもよく使われている単語かなと思います。他にもあるかもしれないですけれども私もね調べて大体これぐらいかなっていう感じなので今回紹介しました。新しい 概念とか新しい単語って覚えるの大変なんですよもう私もねあのやっぱ新しいいいの覚えられないですすねさーってて抜けていきます <laughs> 昔から知ってる単語とかっていうね若い時に覚えた単語とかっていうのは覚えられますけど日本語でも英語でもねやっぱ新しい言葉ってだんだんね受け付けなくなってくるでもこれ一種の老化だと思うので老化に抗いたいなので頑張って新しい単語をどんどん覚えていこうと思ってますので皆さんも一緒に頑張りましょう。以上今回はこの LGBTQ の単語の説明でした、えー、では、今回の動画が面白かった役に立ったという方は、ぜひ高評価ボタンお願いします。で、えー、まだね、チャンネル登録してない方もこれを気にしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。See you!